ベングラーは、ドイツの指揮者、作曲家。伴奏ピアニストとしての演奏もいった。ビルヘルムフルト・ベングラー・ベルリン・フィルハーモニー関連、楽団の常任指揮者を1922年から1945年まで、終身指揮者を1947年から1954年まで、勤め、20世紀前半を代表する指揮者の一人とされている。ベートーベン、ブラームス、 ワーグナー等のドイツ音楽の本流を得意とした。一般には、後期ドイツロマン派のスタイルを継承した演奏とされ、作曲家としても、後期ドイツロマン派のスタイルを継承したことから、ライバルのトスカニーニと対局に位置づけられることもあるが、堅固な構築性を備えた演奏を、ロマン主義的演奏というだけで片付けてしまうのは、軽率とする見解もあり、また、フルトベングラー自身は、 高キロマン主義者とみなされることを極度に嫌い、私はロマン主義者でも古典主義者でもないと語ったとも言われる。音楽評論家の吉田秀一はフルトベングラーについて、濃厚な感能性と高い精神性と、その両方が一つに溶け合った魅力でもって、聞き手を強烈な陶水に巻き込んだ、これらの音楽に封じ込めていた観念と情念が、生き返ってくるのが聞こえると評している。 現在でも CD が続々と発売され、放送録音、海賊録音の発掘も多く、真議論層となったレコードも少なくない。妹、メイリットは哲学者、マックス・シェーラーの妻、オイ・ベルンハルトと妻、エリーザベトの連れ子カトリーンの間の娘のマリア・フルト・ベングラーは女優で医師。音が出る前から、 四季棒の先が細かく震え始め、アインザッツが非常にわかりにくいその独特の四季法から、日本ではフルートベングラーをもじって、フルトメンクラウなどと評され、フルベンの愛称で親しまれている。アイグ工場での歓喜立候団コンサートを指揮する、フルートベングラー1990年から、イベント、バーデン・バーデンヨーロッパ柄の一環として、ビルヘルム・フルトベングラー賞の授与がスタートした。これは、 国際的に活躍した歌手や指揮者らに対し、クラシック音楽分野での結出した功績を称えて、贈呈される。毎年ではなく、不定期に実施され、創始者、発案者は、妻のエリーザベド・フルト・ベングラー。初回の受賞者は、テノール歌手のプラシド・ドミンゴ。2008年からは、ボンのベートーベン祭典の期間中に、授与されている。 発録音は公式には1926年のベートーベンの公共曲第5番とエイバーのマダンのいて序曲と記録されている。1954年ザルツブルク音楽祭におけるモーツァルトのドン・ジョバンに1942年アイグによる異文演奏会でのニュルンベルクのマイスタジンガー第一幕前奏曲ナチス交換を前にしての演奏などが残っている。 フルト・ベングラー没後1周年に発行された記念ギッテ・ベートーベン、バーグナー、ブラームスを尊敬していたフルト・ベングラーは自身を作曲家であるとみなしていた。ブルックナーラに匹敵する超大な作品が多く、3つの公共曲、公共的競奏曲、ピアノ五重奏曲は演奏に1時間以上を要する。現状、作曲家としてのフルト・ベングラーやその作品群が評価、 されているとは言い難いが、演奏や録音の機会は増えつつある。それらは、フルトベングラー自身の自衛をはじめ、彼とゆかりの深かった演奏家、影響を受けた演奏家によるものが多く、ヨーゼフ・カイルベルト、オイゲン・ヨフフム、ボルフガング・サバリッシュ、ラファエル・クーベリック、ロリン・マゼール、ダニエル・バレンボイム、アサヒナ・タカシなどの著名な指揮者も含まれる。また、 アルフレート・バルターとケオルゲ・アレクサンダー・アルブレヒトが公共曲全集を完成させている。エリーザベト・シュバルツ・コップが1953年ザルツブルク音楽祭でボルフ没後50年を記念して行ったオール・ボルフ・プログラムによるリサイタルを伴奏した録音やウィーン・フィル・ハーモニーとの演奏会におけるバッハのブランデンブルク協奏曲第5番の録音が残っている。フルト・ベングラーは 評論、文筆活動にも積極的で著作物も多く残している。その他にもバルター・アーベント・ロートとの対談が収められた音楽を語るなどがある。フランク・ティース・ヘンさんの書館集も日本語訳が白水社から出版されている。和久慶平、アシズ・ジョフ、フルト・ベングラー・岩波新書、1984年。 ISBN 978から40億420万2820、49ページ。和久慶平、足津上布、フルトベングラー岩波新書、1984年、50ページ。和久慶平、足津上布、フルトベングラー岩波新書、1984年、55ページ。吉田秀和、世界の指揮者新調文庫、1982年。 ISBN 978から41億124万2026225ページ。吉田秀和、世界の指揮者身長文庫、1982年、227ページ。和木慶平、足図上布、フルトベングラー岩波新書、1984年、125、126ページ。ベスリンク、 フルト・ベングラー即席不滅の巨匠111ページ、同録音は東芝が1955年に初めて出した LP レコードとなった。ベスリンク、フルト・ベングラー即席不滅の巨匠128から129ページ、334から338ページ、ありがとうございます。